はい、ミニマリストたけるです。本日はですね、ミニマリスト YouTuber のジムヘンさんのお宅にちょっとお邪魔させていただいております。はい、じゃあ簡単にちょっと自己紹介を。ミニマリスト系、はい、YouTuber で一応、はい、YouTube を発信しております、ジムヘンと申します。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ご年齢とかって何年でいいですよ。今31歳ですね。31歳で、はい、今会社員のと兼業、まあ、会社員、そうですね。YouTube やられてるっていうことですね。今、こちらお住まいなのはお一人ですか？はい、一人です。はい。で、こちらの、賃貸アパートでよろしいですよね。そうですね。の、間取りってどんな感じになりますか？1K で、はい。ここが10畳あります。結構広いですもんね。結構広いですね。はい。ということで、今からですね、ジムヘンさんのお宅のちょっとルームツアーを簡単にしていきたいと思いますので、今回の動画は、お一人暮らしの方とか、特に男性の方には特に参考になるのかなとは思うんですけど、ちなみにジムヘンさんミニマリスト歴って大体どれぐらいですか？ミニマリスト歴、はい。だいたい目指し始めてどれぐらい経つんですか？5年。5年、あ、結構ですね。ミニマリストの言葉が、はい。聞いてからは2年ぐらいですけど、多分それより前に物を減らそうっていう人は5年ぐらい。なるほどなるほど、もうかなりすっきりしてますもんね。まあそうですね。はい、ということでじゃあルームツアーを始めていきたいと思います。じゃあ始めます。ゆるい感じで、じゃあ玄関からお願いします。はい、何を説明したいですか？今出てる靴は、僕の靴を除いて、ジムヘンさんの靴が今3足出てるんですけど、何足靴を持たれてるんですか？靴はですね、はい、出しちゃっていいですか？あ、大丈夫です。靴は意外と多くて、はい。これと、はい。こんな感じです。なるほど、なるほど。合計で、1、2、3。6足ですね。結構なんかビジネス用の靴が多い感じですかね。3足持たれてるんですか？あ、これはプライベート用で一応。あ、なるほど。あ、プライベート用なんですね。こっちが交互でいつも履くんですけど、なるほど。サラリーマンなので、2足で、はいはいはい、3,980円です。あ、なるほど。意外に安かった。安い。このプライベートのこの白い靴は全部同じ靴ですか？同じ、そう、ジャックパーセルって呼ばれてるやつで。で、これ、ボロボロなのと、はい、ちょっと汚いのと綺麗なのとあるんですけど、はいはい、これはもう完全に突っかけっていうか、あ、なるほど。もう、ここもくたくたですけど、はいはいはい。運動したりとか、はい、走ったりとか、ちょっと出かけるときとかにはもうこれで突っかけて履いちゃうんですね。で、これはまあ、そのプライベートの時に、まあこっちだとちょっとフォーマルすぎるかなって時に入って、はいで、今これは新しいやつなんですけど、これがちょっと気合い入った時ですね。なるほど。これ帰ってきた時は自分でちょっと気合い入って、ああそういうことですね。あ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。ちなみに玄関のこちらシューズボックスの上には、あ、シューズボックスはですね、ここ結構男感出てる感じです。これは時計ですね。はいはい、電子時計っていうか、電波時計で、これが靴べらですね。折れちゃって直した動画なんですけど。あ、なるほど。はい。で、これガンプラですね。ガンダムみたいな。はい、ガンプラですね。ガンダムのモデルで。ちょっとなんかこれは、後輩が旅行に行って買ってきてくれたガネーシアっていうと、ジョジョっていうキャラクターなんですね。まあ、なるべく生活感をなくしたいけど、こういうの捨てたくない場合はここに置こうかなみたいな。なるほどなるほど。ここはもう生活になってるみたいな。あとまあハンコとかこう郵便がとか届いた時のでなんか書き物しなきゃいけないので。すごいペンもおしゃれだ。ペンはおしゃれそうに見えてここは取れちゃって、ここで活躍したので。で、あと鍵があって感じですね。療養ですね。ありがとうございます。これちなみに中とかって見ることでいいですか？ここもかなり多分、ここにほぼ生活感が密集してますね。結構スッキリでもしてますね。書類関係が多いですか？書類関係が多いですね。ここではマンション系の書類とか、あと、僕も確定申告とかするんで、あ、なるほど。その辺の税金の書類とかですね。ここにストック系が入ってますね。シャンプーとか、ハンドソープとか、あと、ワックスとか。これもメルカリで1200円分で、こういうとこはケチります。なるほど。あんまりワックスとかにはこだわりなく。一応ギャツビー。ギャツビー。僕も一緒です。あ、そうですよね。一緒ですね。オレンジですね。これは開けてください。これないですね、なんか文房具関連のはがきとか、その捨てれないやつですかね、ちょっと捨てにくいもの、まあ一時的な保管箱に、予備品の電球とかですね、こういった無類のものをちょっと、なるほどなるほど、困ったらここに取りに来るっていう状態にしてます。なんか保管箱はあるあるですね。そうですね、まあ全部捨てるわけじゃないかな。そうですね。アンプラの箱ですね。アンプラが結構意外だっていうですね。あと靴が入ってて、この靴の軽量の、すごいやっぱしっかりされてる。いやこれこの革靴を出した時にですね、結構オールゼンっていう有名なやつなんですけど、めちゃめちゃ怒られてですね、なんで手入れしないんだっていうことで炎上したんで、あ、そうなんですか。それでちょっとじゃあ手入れしようかな。素晴らしい。やっぱ靴綺麗ですもんね。そうそうそう、履いたら磨いてます。いやーすごいな。あと最後にこれがすごい。それは何なんですか。ウエスでいらなくなった服とかをここに溜めて、これ掃除道具なんですけど、あ、なるほど。これでこう掃除とかをして最後お別れする。あ、なるほど。ではじゃあどっちに行きますか。こちらに行きますか。はい。こちらは水回りですね。はい。お邪魔します。動画初公開じゃないですか。ここはうまいこと汚いとこ見えないです。はい。こちらにトイレがあって、もうすごい綺麗で、その中に入ってるのは、まあ、化粧水とかブラシとか、コンタクト、香水ですね。でこれディフューザーのアロマですね。おしゃれだな。でこれが化粧水、あんま使わないですけど、日焼け止めで歯ブラシとなんか眉毛手入れ、爪手入れとかそういう系と。綿棒でひげ剃りで洗濯機が、洗濯機はボロボロなんですけどね、私も見せたくない。なるほど、すごい見せたくないですけど、まあでも使えれば全然使えればいいかなと思って。こちらがお風呂で、中にあるのがボディソープ。すごいリンスは置きたくないんですけど、なんかもらって捨てるのもなと思って一生懸命使って終わりにしようみたいな。ちょっとなんか簡単にさっと見ていいですか。なるほど。あ、中に部屋干しのもできるんですね。一応そうですね。これがバスタオル。あ、なるほどなるほど。バスタオル代わり。バスタオルはない。ない、これだけです。なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。ではでは、じゃあ続いてキッチン。はい。普段料理とかされるんですか。結構。凝ったことはしないですけど、焼くだけとか煮るだけぐらいで、出てるのがワイングラスと、これ水をよく飲むんで、コーヒーをよく飲んで。なるほどなるほど。これ何ですか。これ浄水器ですね。あ、へえ、そうなんだ。水をよく飲むので、ここに。ちなみにキッチン下収納とか見ても大丈夫ですか。はい。あ、すごいすっきりしてる。調味料とかはもう全部冷蔵庫に入れちゃって。あ、なるほど。油とかはちょっと固形しちゃうんで、ごま油とかオリーブオイルがあって、コーヒー、缶詰、まな板とか。そうですね。調理器具これだけですか。調理器具これだけ。すごい少ない。包丁ありますけど。あ、包丁。包丁ありますけど。はい。で鍋が2つあって、焼く用か煮る用かみたいな。すごいすっきりしてる。ちなみにキッチンの上の収納入ってますか。あ、レンゲとか、あ、食器とか、おしゃれだな。ポップ類を全部ここに。なるほどなるほど。これはお酒。これお酒で、これをもらったんですけど。あ、なるほど。普段お酒飲むんですか。飲まないんです。あんま飲まない。あ、じゃあもらうなら。あ、なるほど。でゴミ箱が2つ。2つですね。はい。あって、でその横に冷蔵庫。はい。冷蔵庫もコンパクトですね。100リットルぐらいですよね、きっと。多分僕の冷蔵庫、我が家にある冷蔵庫は確か115リットルで、多分同じぐらいの大きさなので、非常にコンパクトですね。いや、ここからのアングルがすごいスッキリしてる。あ、これですね、ちょっと説明すると、なるべく僕のこだわりなんですけど、通路1本っていうのは必ず残すように、何も見えないようにっていう、開けた瞬間に全部が見えるようにって。ちなみに冷蔵庫の中とかっていいですよね。上から上げます。あ、じゃあこちら冷凍庫、これは氷だけです。氷だけすっきりしてる。で、何も入ってないですね。お菓子が入ってるからですかね。あ、なるほど。上には何だろう、塩。あ、塩か。調味料を、なんか余ったものとか調味料、お味噌があって、で、なんかミニマリスト佐々木さんに憧れて、こう全部ラベルがすっていう。なるほどなるほど。ただこれ失敗するっていう、剥がれないみたいな。剥がれないって言いました。なるほど、すごいすっきりしてますね。最近のマイブームはペットボトルを買っちゃう時あるじゃないですか。剥がして浄水器に入れて冷やしていくと、なんかこうホテル来た気分になる。ああ、確かにいいですね。ラベルがないとなんかすごいおしゃれな感じで、また再利用して買うのを防止できるんで。なるほどなるほど、いいですね。この夏なんかはいいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。で、その上にはコーヒー、インスタントコーヒー。あ、インスタントコーヒー、これもラベルを。おお、素晴らしい。徹底されてる。徹底しようと思って。これなんですか。これポットのケトルか、ケトルです。はい。で、こちらがお部屋ですね。はい、目の前に撮影機材があって、こちらが普段地味編さんが使っている機材ですね。これでマイクを。はい、マイクがあって。これで。はい。これはデジカメ、ソニー。これはミラーレス。あ、ミラーレスの、ソニーさんの。はい。そして僕が気になったのはこの間接照明ですね。すごいおしゃれ。これは備え付けです。はい。いいですね。これはこっちつかない。あ、こっちは外しちゃった。あ、そうなんです。一個だけですか。一個だけ暗闇を愛せる。あ、この間接照明はすごいおしゃれだな。なんか北欧っぽい。そして。じゃあこちら側がデスクですね。いやー、すごいすっきりしてる。まあ、僕のパソコンがちょっと奥にあるんですけど、こちらの上にあるのが僕のパソコン、MacBook で、向こうにあるのがメガネ。普段コンタクトですか？仕事は基本メガネですね。あ、なるほど。で、ディフューザー。はい。すごいなんかさっき色が綺麗でしたもんね。あ、これ間接照明にもなってきた。これ夜だとこっちをよくつけるんですよね。いや、こういうのいいな。これどちらのですか？無印。あ、無印さん。無印で香りを焚いて。あ、なるほど、いいですね、これ。はい。香りがいいと部屋を散らかさないらしいです。あ、なるほど。そういうなんか心理効果的なのもあるらしいです。すごいスッキリされてますもんね、やっぱり。で、こちらが椅子で、さっき座った感じめちゃくちゃ座り心地がいいっていう。社長気分で。社長気分で普段そんな感じで、はい、パソコンカタカタさせて。ああ、これミニマリストっぽい。はい。これサムネにしようか。そうですね、こんな感じで。あ、下の方に。いや、すごい机周りがすっきりしてる。で、奥の方がクローゼットになるんですかね。そうですね。はい。お見せしていただいてもいいですか。はい。そういえば地味編さん、すごいファッションがおしゃれですもんね。ファッションはそうですね。なんか僕ダサかったんで。あ、なるほど。今どれぐらい服持たれてるんですか。服はごめんなさい。ここに今会社のものが本当はあるんです。会社が。1週間分5着ある。あ、なるほど。洗濯しなくてもいいようにそれをワンローテで、自分の服はですね、1着今洗濯しちゃってるんで、このハンガー分を必ず持つっていうイメージ。あ、なるほど。ハンガーで自分を強制させます。そしたらまあざっと見10着ちょっとくらいですかね。で、上の方には上がカバンですね。カバンがフォーマル用のクラッチバッグと、あ、リュックサック。へえ。あ、これなんか見たことある。これなんかすごい背中にフィットするやつですよね。このなんか人間工学のどうのこうので、はい、背負っても重さを感じにくい。へえ。これどこで買ったんですか？これは栄ってどこのメーカーだろう？コートエシールっていうところですね。へえ。結構多分ミニマリストの方好きそうですね。なんかすごいスッキリしてる。なんか僕もなんか今のリュックサックちょっと大きすぎるからこういうのいいですよね。これはいいですね。収納もすごいいっぱいあって。なんかポケットもそこまで多いわけでもないですし、デザインもすごいシンプルだし、背負った時にその薄いんですよ、ね。うん。リュックっぽくないっていうのが。うん。で、これはポーチですね。ちょっと出歩くときから。で、その横にディスプレイ。ディスプレイですね。今本当はここにあったんですけど、はい、あ、テーブルの上に。はい、なんか一回片付けたら綺麗、なんかすごいスッキリしたと思うんで、一回これなしで生きれるのかどうか、そういうことですね。試して実験中で、これ実家から持ってきて、昔ヨーヨーやってたんで、あ、へえ、昔の思い出ですね。ハイパーヨーヨー。なるほど。あとなんかプラモデル的なティッシュがあって、これははい、これ頭にゾワってする。なるほど。OL っぽいですね。これカメラとか、ネットの多分モデルの箱とか、これは解散機が捨てれない。あ、そうなんですね。ディスプレイの箱ですね。あ、なるほど。もし引っ越すときはちょっとこれだけだと怖い。お、まあそうですね。あとこの辺も、ここは本当は捨てた方がいいんでしょうけど。はい。あ、上にもあった。これは売るとき用に。あ、なるほど。確かに確かに。へえ。でその下には衣類。それがそうですね。下着ですね。あ、なるほど。で、あ、これ服まだありましたよ。ごめんなさい。冬物の服が。セーターとか。へえ。ですかね。冬物はこの三着で。本が載ってます。で、あとは音楽がご趣味ということで。音楽の量が半端ないですね。ギターがメインなんですかね。ギターがなんか多分僕の荷物の中で一番重さがあるのが音楽類で、多分全体の1割以上は占めてるかもしれない。これがギターは1本2本4本あるんですよね。でピアノもされてるんですか？鍵盤もあります、ね。なんか独学でやられてるっていう、なんかピアノ弾いてる動画見ました。でもすごい上手ですよね。そうですね、どうなんですかね。いや、すごい、なんか素人からして、なんかすごい上手だなと。素人には、そう見えるように頑張ってます。でも、なんか趣味のものは捨てずに、なんかこういうのも、こういう楽しみがあるといいですよね。そうですね。はい。じゃあ、っていう感じですかね。あとベッドが。はい、ベッドがこちらにあって、はい、おなじみのマスク、仮面が。はい、あるっていう感じですね。はい。じゃあちょっとざっと部屋を見せていきますか。はい、ということでルームツアーはいかがだったでしょうか。もしよろしければじゅみへんさんの YouTube チャンネルと Twitter のリンクを下の方に貼り付けておきますので、ぜひ覗いてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。